にちは、桜新町渡辺デンタルオフィスの院長渡辺優馬と申します。当院では説明っていうことはすごく大事だと思っていて、動画だったりとか画像ツールを駆使して、まずは患者さんにお口の中の状態を知ってもらうってことが非常に重要かなと思ってます。で、拡大して確認することによって、虫歯はもちろんですけど歯茎の状態だったりとか、あと磨き残しの部位ですよね。あとは歯に入った小さなひび、噛み合わせによって入ったクラックなんかもかなりのところまで見ることができるので、それによって患者さんと情報共有をした上で治療プランを立てるようにしています。歯科の治療ってどこをゴールに座るかでアプローチの仕方だったりとか、あと患者さんに対する負担だったりとか治療の期間なんかが大きく変わってくるんですね。なので当たり前なんですけど説明ってすごく重要だと思っていて、しっかり説明をした上で患者さんとこう相談しながら治療計画を立てて進めるようにしています。治療に際して必要と判断した場合には患者さんと相談させていただいた上でCT だったりレントゲンだったり画像検査を加えさせてもらって、しっかりとした治療計画を立てた上で再治療だったりとか再発がないような精密な治療を心がけて進めるようにしています。斜めに生えている親知らずだったりとか、あとは骨や歯茎の中に埋まっている親知らず、簡単な手術なんかも当院で受けていただくことができます。口内炎や粘膜などの出来物だったり腫れなども審査診断させていただいてます。仮に紹介等で大学病院等の大きな医療機関に関わろうとすると、再度初診料がかかってしまったりとか、なかなか予約が取れないなど患者さんに余計な負担を強いることになるんですよね。なので当院では大学病院の先生に来てもらうことによって大学病院と同じレベル、それ相当の治療を受けていただくことができます。退院で難しいと言われた抜歯や大学病院に紹介かもって言われたようなケースに関してご相談いただければと思います。また必要と判断され患者さんと相談させていただいた上で3次元 CT を当院で撮影させていただくことも可能です。 CT 撮影をすることによってより安全に治療を受けていただくことが可能になります。当院は東急医療センターの連携病院として指定されてますし、それぞれの病状ごとに多岐にわたる医療機関との連携もスムーズに取れると思いますので、ご安心して治療が受けていただけると思います。こんにちは、矯正を担当してます鈴木です。皆さん、歯並びや噛み合わせにご不満はございませんでしょうか。当院では噛み合わせを重視した矯正治療を行っています。歯並びを良くして心理的に綺麗にすることはもちろんですが、機能面も重要視しています。噛み合わせは歯科治療の根本であり、奥歯と前歯の調和が取れたバランスのいい噛み合わせになると顎関節症の症状が大幅に改善されたり、歯ぎしりの改善、治しても何度も虫歯になってしまうような歯の再発のリスクが大幅に軽減されます。結果として歯の寿命を大きく伸ばし、生涯自分の歯で噛んでもらえるお手伝いをさせていただくことができます。1989年より推進されている80歳までに20本の歯を残そうという8020運動の結果を見ても、バランスのいい噛み合わせの人しか歯が残らないことが分かっています。このことからもいかに噛み合わせが大切であるかが分かってきます。そのためにはお口の中全体を包括的に治療することが必須ですので、私のような矯正科医と院長先生のような一般歯科医の連携が取れていることが非常に大切です。我々のクリニックでは矯正科医、一般歯科医、患者さんが三位一体となって同じゴールを見据えながら綿密な治療計画を立てて一丸となって治療に臨んでおります。また我々のクリニックではデジタル口腔内スキャナーを積極的に導入しています。スティック状のカメラで歯をなぞり、患者さんのお口の中を 3D でパソコン上に再現していきます。従来の型取りのように粘土のような材料での型取りが不要となっているため、型取りが苦手な人にも楽に治療ができ患者さんの負担を減らすことができました。またデジタル化は治療的な側面として
顎の位置や骨の量を矯正治療のシミュレーション上に組み込むことができます。そのためより高度な治療が可能となっています。我々のクリニックでは表側のワイヤー矯正だけでなく、見えない裏側のワイヤー矯正、マウスピース矯正、小児矯正も行っています。小児矯正では将来的に歯を抜かない健康的なお口を目指して、小矯正やワイヤー、マウスピースを併用した治療により、子どもの矯正治療でしかできない骨格のコントロールを行っています。お子さんが将来的に綺麗な口元、健康で何でも食べれるお口になると安心ですよね。近年問題となっている口腔機能発達不全症と呼ばれる状態があります。これはお口の食べる機能、喋る機能、呼吸する機能が十分に発達していないことを意味しています。ベロやお口の周りの筋肉を整える MFT という治療、食べ方の指導などにより改善が見込めますので、まずはお気軽にご相談ください。また遠隔診療にも力を入れています。デンタルモニタリングというシステムにより、自宅でご自身のスマートフォンを利用してお口の中を撮影していただきます。その画像をもとに私がオンラインで治療経過をチェックしていきます。 LINE が必要な場合はこちらからお知らせしますので、 LINE 頻度は 4、5 ヶ月に一度程度にすることが可能となっています。お忙しい方や遠方の方にご好評ですので、ぜひご相談ください。当院では患者さんとしっかりコミュニケーションをとり、丁寧な処置指導ができるように、メンテナンスは1人に対して1時間、余裕を持ってご予約を取らせていただいております。歯科医院での念入りなクリーニングはもちろんですが、適切なブラッシング指導を通じてご自身の口腔ケアをスキルアップしていただくことで、より良いホームケアができるよう心がけております。歯科医師、歯科衛生士、そして患者さんとは三位一体となることで、より良いお口の環境を手に入れることができるのです。患者さん一人一人に合わせたメンテナンス計画を立てて、相談をしながら治療を行っていくことで、お口の健康、そして全身の健康に貢献できたらと思っております。また当院では対話コミュニケーションを非常に重視しております。メンテナンスに来るのが楽しみと思っていただけるようなクリニックを目指して、歯科衛生士一同頑張っております。今の時代、最新の機械だったり、常に勉強しながら知識をアップデートしていくってことは当然だと思うし、抜かない、削らない、痛くないっていうのは当たり前だと思うんですよね。で、情報も手に入れようと思えば、いい情報だったり悪い情報だったり、いくらでも手に入れる時代だと思うんですよ。それだけに患者さんの選択肢もものすごく広がってきてると思うんですよね。だからこそ医療の原点というか根底に立ち返って、人対人であるってことを我々はとても重視してますね。ここに来てよかったなとか、大切な友人だったりとかご家族だったりをご紹介できる、そういうふうなクリニックで居続けたいと思ってますね。